私の名前は猫宮咲、しがない金欠大学生だ。これデスティニーランドじゃん。ここってバイト募集してたんだ。働いている人も笑顔になれるか。よっしゃ、応募しようかな。応募したら無事合格。テーマパークキャストは9割がアルバイトらしいので、私もすぐに受かった。これで私もデスティニーキャスト頑張るぞ。2ヶ月後、これがお前たちのやり方か。この2ヶ月、私にどんなことがあったのか言ってみたくないけど言ってみましょう。ねとざんまいネタざんまい。夢がない世界。暑い。着ぐるみの中は暑さ対策が全くされていない。せめて扇風機ぐらいつけてくれればいいのに。こんなに暑いのに疲労感を出すのはダメ。常に全力のパフォーマンスを発揮しなければならない。倒れたらもうそれまで。労災も下りないから治療費は全額自己負担だ。ネズミさん、ねえ踊って。子供の夢を壊すわけにもいかず、辛さをこらえて踊り続けた。これ以外にも何時間もかけてゲストが出している大量のゴミの片付けや掃除をしたり、私みたいに染めた髪だったら黒髪などの落ち着いた髪色にしなければならない。これだけやらせて時給900円じゃとてもやってらんないよ、こんなの。ゲストは神。業務終了間際。もうすぐ終わる。帰ったらゆっくり休むんだ。みんなちょっと待ってくれ。うん？先ほど女性ゲストがコンタクトレンズを落としたという連絡が入った。今からそれを見つけ出すぞ。ちょっと待ってください。コンタクトレンズですよ。落ちたらもう使えないのに、なんで？ゲストがそう望まれてるんだから、私たちはそれをするだけだ。ゲストは命、神なのだ。そうだそうだ、尽くすのが当然だ。マジで言ってるの？こいつら狂ってる。私は心底震え上がった。結局この日午前1時まで捜索は続いた。こんな日も出勤。数日後。台風？今日休みじゃん。あー久々の休み、何しようかな。今日出動あるぞ、忘れずに来いよ。本当に言ってます？台風来てるんですよ。関係ないよ。うちは台風でも大雪でも施設全体が壊れてもしない限り開園するんだよ。もし出勤中台風の影響で怪我でもしたらどうしてくれるのだろう。その回答はきっとどうもしてくれないだろう。こんな日もやっぱり出勤。台風出勤の翌日、私は風邪をひいた。すみません、今日体調悪くて休ませていただきます。はあ、何言ってんの。体調悪い？いいから来いよ。体調管理はお前の仕事だろ。根性が足りてないんだよ。すべてお前の責任だ。早く来い。もはや笑うしかない。すべてお前の責任。なんて素晴らしい魔法の言葉なんだろうか。私は気だるい体を無理やり起こしてデスティニーランドに向かうしかなかった。どうあがいても夢がない世界。行ってらっしゃいませ。疲れても台風でも高熱で倒れてもひたすら笑顔でいなければならない。最初に見たあの募集要項は確かに間違っていなかった。ゲストへの完璧な対応の反面、従業員をコストとしか考えない使い捨ての精神、これがテーマパークの実態なのだ。泣けたね、あのショー。だよね、私大学入ったらここでバイトしちゃおうかな。ありがとうございました。泣きそうなのはこっちだよ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。今回担当させていただいたルンです。今回はテーマパークについてのお話で、だいぶ厳しいお話をさせていただいたかもしれないんですが、ルン自身は、テーマパーク特にディズニーランドがとっても実は好きで、
本当に一力年間パスポートとか使ってね、もうしょっちゅう通ってたくらい本当に大好きで、よくね最近も行ったりしています。なので、今回ちょっとお話ししたいのは、そのディズニーランドにこれからね、あの夏休みもあって遊びに行かれる方も多いかもしれないんですが、ルンが夏ディズニーを楽しむために、持って行ってるアイテムをちょっとご紹介しようかなって思ってます。ぜひね行かれる方も参考にしてもらえたらすごい嬉しいなって思ってます。じゃあちょっと紹介していくので、このお手手だとちょっと紹介がしづらいので、ちょっと、人の手に返信をして紹介をさせていただこうと思います。で、まずね、ルンは、夏のディズニーで何が一番楽しみって、あの水に濡れるショーがたくさんあってですね、まあ、そういうショーだったりアトラクションに乗っても、なりふり構わずもうびしょびしょになって楽しむっていうのをですね、よくやっております。で、その時に、必ず着替えをね持って行ったりするんですけれども、まあ、こういうね、あのルンはこういうこの子が好きなんですけど、あのこういう風なキャラクター、自分のキャラクターを全面に好きなキャラクターを全面に表現したこういうね T シャツをこう着たりすることも、ありますが、結構夏場水に濡れるときね、この生地だとちょっとこう熱、あのベタベタってなんかこう水が吸収しすぎて重くなっちゃったりするんで、結構最近はですね、通気性のいいものを、こういうちょっとあのメッシュっぽくなってるね、あのこういう T シャツを着たりして、あの夏のショーはですね、あの楽しんだりしてます。結構これだとね、ちょっと外歩いてるとすぐ乾いちゃったりとかして、あの持って帰るのもすごい楽ちんなので、まあ、こういう T シャツをね着たりとかっていうのをやってます。で、あと実は見落としがちなのが、あの水に濡れるって上だけかと思うかもしれないんですけど、あのね、一回あの経験したら分かるんですけど、本当ね、頭のてっぺんからつま先までびしょびしょになるんですよ。なので意外とあの靴、あのスニーカーとか履いてかれる方、特に男性とか多いと思うんですけど、あのスニーカーの中までぐしょぐしょになっちゃうんですよ。なので、あのルンはですね、結構こうあの履き替えるように、このビーチサンダルとかをねこう持ってったりとかして、あのショーの時はこれを履いて、楽しむっていうことをやってます。あの裸足ダメなんですよね。だからあのビーチサンダルをちゃんと履き替えて、で楽しむということをやっています。結構意外とあった方がいいですね。そして、持っていくタオルもですね、あのこういうフード付きのタオルがパークで最近売ってて、最近はねもう UV カット機能付きとかもあったりするんで、あのルンは結構こう、もうこれを頭からかぶって、濡れた後はですね、これを持って、外というかパーク内を歩き回ったりとかもしてます。ここねパチンって止められるのですごい便利なんですよ。で、頭もこれをかぶれば、まあ、こんな感じでね、あの頭も日焼けの、防止にもなるので、すごい便利だったりするんですよね。はい。で、まあ、こういったアイテムもあり、そして、これ今ね自分の体に対してこう腹を拭いたりとかっていうアイテムですけど、それ以外にも自分の持ってるアイテムをね水から守るっていうものもあって、例えばね携帯電話とかね、よく濡れちゃったりして壊れちゃったりありますけど、こういうねあの防水用の、あのプールとかでもねよく持ってかれる方いるかもしれないんですけど、こういうケース、スマホケース持ってたりすると、故障中にね、例えばキャラクターの写真とかもこれに入れた状態で撮ったりとかもできるので、あの結構便利ですよ。これね、ぜひあの一個、これちょっとねパークの公式のものではないんですけど、あの持っているとすごい便利かなと思います。そしてもう一つ、これね意外とめちゃめちゃ使えるゴミ袋、これを1枚でもいいです、持っていけば、あの自分のねカバンとかをこの中にバッと入れて、で結んで、で足元に置いておく。そうするとあの結構ねカバンとかもびしょびしょになっちゃうんですけど、これを持っておけばカバンとかも濡れずにね無事に過ごすことができるかなって思います。本当にね水の人すごい濡れるんですよ。なのであんまね舐めてると本当にあのひどい目に遭うのでぜひですね、あの思いっきり濡れるぞっていう方はこういうゴミ袋とかを持ってぜひね楽しんでいただければなっていうふうに思ってます。本当にね、夏のディズニーめっちゃ楽しいんで、ぜひね、あのちょっと行こうかなっていう方は、まあ、こういったね、あのいろんなアイテムを持って全力で楽しんでもらえればなっていうふうに思ってますので、まあ、他にもね、こんなもの持ってったら便利だったよとかっていうものあればコメントにお願いできればと思っております。
ということでちょっとお話しすぎちゃいましたが、今回はここまでということで、他にもですねたくさんのネタ募集しておりますのでコメント欄にお願いいたします。その他、姉妹チャンネルですとかツイッターの情報については動画の概要欄の方に記載をしておりますので要チェックでございます。では、今回の動画はここまで、ここまでご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ルンでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。